Hello. 今回は、横須賀市にあるヴェルニー公園を紹介します。ここでは横須賀ネイバルポートツアー軍港巡りができます。毎日出てますね。で、もう観光バスが何台も来てるって感じです。というのは、近くで、アメリカ軍や日本の軍艦が見れるからです。あ、今ワンちゃんが通り過ぎましたが、すごい間近までこの船がボートが行って、そして解説のガイドがつきます。これは夕暮れ時の公園です。これ少し前の撮影なんですけど、今は赤いバラが咲いています。で、なんとなくこう情緒があるというか、かえってこの動画の方が綺麗かもしれません。週末、これは女の子のパパとママとお話ししていて、この男の子たちが女の子の後をついてきたって、みんな正装してるんですね、ドレスにスーツって。で、まだまだお子様というかティーンエイジャーなので、16歳17歳くらいの子たちです。ちょっとはにかんでたりするんですね。で、女の子に「誰がタイプ？」「Who's your type？」って言ったら「No one」っていう、誰もいないって 悲しいこと言ってました。こういうふうに内海で、大きな海ではないんですけど、潮風もしますし、とても気持ちのいいところです。公園の中にある、これはティボディエ皇帝と言いますが、案内してくれます。フリー、タダです。無料はフリーって言います。で、週末、まあ、ここにも書いてありますけれども、特にそぞろ歩きをする、外国人がアメリカ人特に多いです。で、アメリカ人とか外国人に声かけるのは勇気がいるんですけれども、これ慣れなんですね。なんとなくこう肩の力を抜いてやるとできるようになります。コロナ感染が今まだ高いので、皆さんにどうぞいらっしゃい、私と一緒に楽しみましょうと言いたいのですが、この辺うろうろしてるので声をかけていただけたらと思うんですけど、分かりませんよね。で、おいしいお弁当も知っているので、皆さんとぜひ楽しみながら、外国人の方とちょっとお話しして、英語力を身につけ、英語への抵抗を少なくできたらいいなと思っておりますので、よろしくどうぞお願いいたします。今回はちょっと企画をご案内しました。登録お願いします。